もっと庄司智春。今回はクロワッサンのチャンピオンを決めよう。続いてのクロワッサン、おお出た。いつもお世話になっておりますビドフランス西新宿店西新宿店、168円。新宿にいればクロワッサン絶対食べれるね、うん、さあ嫌いじゃないです。この色、このクロワッサンのこのちょっとね、色がちょっとこう焦げてる感じの深い色、嫌いじゃないんです。持った感じもうおなじみですよね、ビドフランスのクロワッサン何回も食べてます。さあ、うーわー、このちぎれ方するミラクルですよ。こうちぎれるっていうのはかなり職人さんが努力した結果ですよ。これ見て、中ぐわっと中入りたいもんね。どっちから行く？うーわ、気持ちいい。あ、香りも、ちょっとこれ新星現れた後に定番のビドフランスのクロワッサン、じゃあ行きますね。こっち行こうかな、ね、わかるよ、わかるわかる、そうだよな、そうだったよ。懐かしいな。やっぱこう昔食べて衝撃を得た味っていうのはこう我々人間っていうのは忘れないんですね。うん、どう思います？いや本当に懐かしい味っていうのはもう忘れられないんですね。体が染み込んでるから。これ迷うな。全く新しいクロワッサン、ゴントランシェリエ東京のクロワッサンと、もう昔から食べていたビドフランスのクロワッサン、これは悩む。そうっすか、判定行かなきゃダメっすか。わかりました、じゃあ行きます。判定はゴントランシェリエ東京。いや、やっぱね、これがあるからゴントランシェリエ東京も生まれたっていうのはあるんですけど、なかなかね、この懐かしさっていう意味ではもう最高傑作ですね、また帰りますのでその時は温かく迎えてください。ありがとうございました。登録してください。登録してください。ぜひ登録してください。